おはようございます。おはようございます。ゆうすけ君、今日は今日は、ね、天芝っていうところに来てるんですけども、はい、今日はなんと昔から知ってる先輩が、はい、僕の4つ上なんですけども、はい、いきなり整形をすると言い出して。整形ですか？はい、目の二重手術の整形をするということで。男性の方です。男性です。ちょっと面白いなと思って、はい、話聞こうと思って今日はよろしくお願いします。はい、じゃあ早速、はい、紹介します。めめくんです。こんにちは。めめくんです。どうも。めめくんも YouTube のチャンネルやってるんで、はじめまして。めめチャンネル、皆さんぜひチェックしてください。ぜひお願いします。今日はじゃあちょっと座りましょう。はい、はい、久しぶりですね。もう久しぶりやな。どれぐらいぶりですか？いやもうだからあれちゃん構成する前と構成する前に、はい、なるほどなるほど。構成したの？もう構成します、はい、構成はしてます。綺麗なクリーンなイメージでやっていきますんで。ちなみに2人の出会いとかは？一番初めはポーカーかな。ポーカーの会場で出会って、そこで初めましてで仲良くしてもらって、結局なんか共通の知人、ね、友人が間でいっぱい繋がってたんで、ほんで飲みに連れてもらったりとか、もっと仲良くなったとか、そんな感じですね。でちなみに今回整形するとのことなんですけども、はい、どこを整形するんですか？目ですね。目ですか？この年になってその整形するってどういうあれなんですか？ですね。ちょこれ恥ずかしいんですけど、はい、まあ結局最終的には嫁に殺人者の目してるからちょっと、はいはい、行ってこい。ぜひ見たいですね、その殺人者の目を。僕もそこまで気にしたことなかったんですよね。目つき悪いとかって思ってなことなくて。でもめちゃめちゃ機嫌いいね、この目今。あ、そうです。朝起きてもルンルンでこの目で行くし、はい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 、幼稚園子供を送り迎えしても、はい、なるほど、お母さん何も、はい、もうこう、おはようございますって、おはようございますって行くけど、はい、まあ多分今まで怖がられてたんやろなって。あ、なるほど。めちゃめちゃ損だよね。だから確かに見た目をね、損得っていうのはあると思いますね。どういった内容の手術するんですか？そうですね、二重ですか？これ実は、はい、眼瞼下垂手術って言って、うん、実は結構れっきとした病気で保険も効くと。眼瞼下垂。眼瞼下垂、初めて聞きました、ね、初めて聞きましたね。結構いてるんですか、そういう眼瞼下垂にかかってる方っていうのは？だいぶいてると思うね。今日ちなみに終わった後っていうのは見れるんですか？見れます。あ、見れるんですね。ありがとうございます。この貴重な映像を。そうですね、めちゃめちゃ貴重です、はい、目のアップとか。目のアップ。撮っといていいですか？すいません。さあちょっと、はい、これが術前ね。術後にどうなるかなので、実際こう二重にして男前になりたいとかではなく違うかったんですね。僕ちょっとそうやと思ってたんで。そうそう、みんなちょっと誤解されがちやけど。なるほどなるほど。でも俺はもう失敗しても面白いかなって。失敗ってこともあるんですか？失敗ってなんか右と左の形が違う、あ、バランスが違うかったりとかっていう。そもそも病気なので見た目を綺麗にするっていうので保険聞くわけじゃないので、はい、保険は適用外です。保険適用です。あ、適用するんですね。ちなみに費用の方はどれくらいするんですか？5万円。あ、5万円。結構リーズナブルなんですよ。今日は切る感じですか？切る感じ。糸で釣り上げるみたいな。そうです。なるほど。一応そういう写真も見られたんですか？いや、もう見ましたけど、もう今めちゃめちゃビビってますよ。まあそれはそうですよね、うん、目切るってなったら怖いよね。そうですね、失敗が怖いですよね。失敗したらちょっといじっていいですか？全然いいです。全然いい。またポーカーしたいですね、僕も。ほんまに？はい、呼んでください。そうそう、今めちゃめちゃ流行ってるから。ありますか？ポーカー現場とかって撮れたりするんですか？ YouTube とか全然 OK やきますよね。あ、そうなんですか。あ、ぜひやりたいですね。やりたいですね。実は僕ポーカー好きなんで。めちゃめちゃ好きやから。めちゃめちゃ好きです。毎日行ってましたもんね。毎日行ってた。じゃあ次回ちょっとポーカー対決。あ、ポーカー対決。2人になったメメ君とポーカー対決。あ、そうか。2人になったメメ君と楽しみやろ。ちょっと、いや、ぜひやってください。ぜひぜひ、ね、はい、けたらね、はい、また声かけます。ありがとうございます。お願いします。もうじゃあそろそろ行く時間ですか？そうですね。で、ちょっと頑張っていきます。僕ら待ってますんで、この辺で。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ後でまた後ほどお願いします。はい、お願いします。はい、さあ、2時間ぐらい待ちましたけども、結果発表やね。結果発表、僕もちょっと緊張してます。まだ見せないんで。いやー、めちゃめちゃ疲れた。すごいですね、2時間ずっと手術。やばいな、これ。舐めてました、皆さん。舐めてました。しんどいですよね。え、全身麻酔ですか？いや、局所麻酔。目に。なるほど。じゃあ、記憶あるんですね。全然記憶あるし、手術室ってやっぱ明るいから、全然寝られへんし、当然。いや、ずっと目閉じてるけど、なんかレーザーとかで焼いてるから、はいはいはい。その時に目も開けられへんやから、怖いよ。怖いですね、でも、失明とか。その時に、目開けそうなる自分もねんか。ずっとつむっとかないとダメなんですね。そうそうそう、閉じとかないとダメなんですね。
何してるか分からへんし、で麻酔が効きやすい人と効きにくい人があって、はい、で多分効きにくいんやんか。あ、そうですか。もう垂れまくって、嫌やな。不安っすねそれ。いざやった時にめっちゃ痛かったり、痛かったらまた麻酔足すんで言ってねって、めっちゃ優しい、めちゃめちゃいい先生やったけど。あ、そうなんです。女の先生、おすすめ。女性の先生。男の先生。あ、男の先生で。ちなみにあのうちのカメラマンさんが先ほどあの目の病気のことを調べてまして、いや僕悪いこと言ってしまったっすってめっちゃ反省してました、はい、ほんまに。すいません、本当にめっちゃ気にしてました。はい、知らなくてただ整形するだけだと思ってたんで、いろいろ調べさせてもらうと年齢いくとなりやすいんですね。そうで今やっとくと楽やねんけど、まあでもまあでもめっちゃ今楽になってるかな。あ、そうなんですか。あ、もうすでに感覚として違うんですか。あるある、全然ちゃうし、多分今はちょっと正直グロい、はい、あ、グロいですか。グロいと思う。じゃあ早速、まあ、あのリアルな、ちょっと僕もあの初めて見るんで、うん、ならではのちょっと見てもらって、じゃあ皆さん行きましょうか。3秒前からいきますか。3、2、1、お願いします。もう音ですやん。ちょっとアップにしていいですか。アップ、いや、もうアップにしとこう。それ糸ですね、それ。そう、糸糸。いや、めんどくん顔変わりますね、やっぱり。いや、もう全然違いますよ、ほんまに。いや、はい、ほんで、まあ、これ当然腫れてるからさ。でも全然腫れはそんなにわからない。明日になったらもうバッチバチ腫れるらしいわ。もうじゃあ明日からダウンタイムということダウンタイムということで、めっちゃ乙女みたいな名前になってますよ。そうそう、これがどうなってくるか。今ちょっとグロい感じが、今からダウンタウンが全て終えた時に、そう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 、どうなっていくかっていうのをお楽しみに。ちなみにどうなる感じなの。1週間後に抜歯して、極力まあ何ミリとか決めれて、この幅をね。僕はまあ一番薄めに、舞台を薄めにやってもらおうと思って。今現状痛みはないんですか。ちょっと痛い。なるほど。目つぶったりしたら痛そうですね。そうそう、痛い痛い。もう釣られてるもん。でもめっちゃなく大変そう。視界広がった感じします。視界広がってる。すごいわ。2ヶ月後にめめくんが男前になったら僕もします。はい、僕もします。いや、それほんまに。俺も YouTube 撮ってる。それはもうぜひぜひ逆に。はい、いや、もうだいぶ変わりましたよ。もうイメージが全然違いますね。めっちゃ優しそうに見えます。ほんまに。はい。ああ、そう。朝なんか不機嫌なんかなと思ったんですけど。ほんまにめちゃめちゃルンルンやってる。僕もめちゃめちゃいじってましたから、ごめんなさい。いや、全然いいよ。ああ、やっと二重か。お疲れ様でした。ありがとう。こんな企画取らせていただいてありがとうございます。いえ、とんでもないの。お時間取らせていただきました。はい、あの興味、ね、これ眼瞼下垂にずっと興味ある人だったらこれ参考にしてもらって。いや、もう、はい、みんななるますよね、将来。可能性はあるんじゃないですかね、はい、皆さん。楽になるんちゃうかな。逆にここからちょっと興味持ってどんどんしたいとかなっていく可能性は。そうですね。いや、それはないかな。あ、それはないですか。それはないですか。ただの男前目指してるめちゃめちゃかっこ悪い。もう最後は原型とどめてないというということで、皆さんありがとうございました。はい、ありがとうございます。今回こちらでお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。